兵庫県甘崎市出身。元兵庫県議会議員秘書。 ただいま紹介に預かりました NHK をぶっ壊すでおなじみの NHK から国民を守る党の香川県選挙区公認候補の田中国明と申します私の公約はあらゆる NHK 問題の解決を目指すですまず NHK 受信料制度が不平等だということです受信料を支払っている人と 支払っていないいな人がいる受信料を支払っている人でも NHK を主張して払っている人もいれば NHK を主張しないのに NHK 集金人に脅され恫喝など怖い思いをして渋々契約をして受信料を支払っている人もたくさんいます国民皆様の公共料金電気水道ガス は支払いをしないと止められますしかし NHK は主張しない人も電波を飛ばし NHK 受信料を委託業者と契約し無理やり弱い立場の国民にも負担させています特に高齢者や母子家庭年金受給者や一人暮らしの学生など 怖い思いや納得もできていないのに、なぜ見てもいない NHK 受信料を支払わなければいけないのか。たくさんの電話を国民の皆様からいただいております。そこで全国民に対して平等にするには、NHK のスクランブル化が必要です。簡単に言えば、ワウワウ,ワウやスカパーみたいに、NHK を見たい国民だけ契約する手法です。 ある新聞社のアンケート調査では88%の国民がスクランブル化に賛成ですですはなぜスクランブル化にならないのでしょうかそれは国会議員と NHK が癒着しているからに他なりませんさらにワンセグ付き携帯やカーナビさらにネットでも受信料を徴収する動きになってきています 毎年7000億も、7000億円も稼いでいる NHK。なおかつ、8000億円に近いプール金があるにもかかわらず、国家予算が簡単に可決されている現状は、既得権益の象徴です。NHK 局員の平均年収は1800万。それだけの年収がありながら、集金にも稼いでておかしくないでしょうか。NHK 局員の不祥事も日常茶飯事です。 金属バットを持って部下の宿に殴り込みに行ったり受信料の着服わいせつ行為などあげればきりがありませんお時間がある方は NHK から国民を守る党のホームページに NHK 局員の不祥事を載せていますので観覧してみてください今の既存政党は当選したら自分を応援してもらった会社団体組織 組合などしか見ず仕事をしているから本当に真面目に生きている国民が損をする仕組みになっているんです私ども NHK から国民を守る党は自分自身の携帯番号を国民の皆様にお知らせしてしっかりと国民の命と財産をお守りするために全力で NHK スクランブル化に邁進してまいります最後にはなりましたが 各新聞紙やネットで私の情報が出ていないのは各メディアが諸派として透明は出さないと。公職選挙法という法律に基づいて候補者は平等に扱うという義務が定められているにもかかわらず、社内規定を推し進める今のメディア、そこに中立や公平性があるのでしょうか ありませんよね法を破る今のメディアの体質もおかしいと思っております新しい年令和元年です今こそ国民が立ち上がり国会議員と既得権益の NHK をぶっ壊すために NHK から国民を守る党へのご理解とご協力そしてご支援の輪を広げていただきますよう 何卒よろしくお願い申し上げます。ただいまの経歴と政権は、田中邦昭さんでした。